ちは。こんにちは。じゃ、今日は道の駅川口安行に来ております。はい。はい、ジュリアンっていう施設みたいですね。はい、第1回安行商品盆栽展。はい。展。気楽会さんと新旧会さんと安行東会さんですかね。とにかく超ミニの盆栽の展示会がやってる。はいでね、盆栽大野さんも出してるそうです。お、あの大野さんが。あの大野さんも出してる。大野さんの飾りを見る機会は少ないです。そうですね、確かに。見に行きましょう。はい、うん。あんまり顔出し皆さんできないそうなんで。わかりました、はい。お忍びの感じで行きます。すごいですね。豆ですね。もういつもだったらこれぐらいでこうちょうどいいんですけど、うん、こうですよ。こうやってみないとこう世界観が。オルモノさんだ。あ、すごい。バラの種類すごい。今回も確か言ってました。バラだけで飾る。かわいい。全部バラなんですか。ね、めっちゃ種類。ウサギがまたかわいいですね。うん、でもね。すごい。床の間。ね、床の間。当然の生徒さん。そう、最近来てる。遊牧に。遊牧に飾ってる。友人って出していいですね。小さいやつだとね。ね。すごい。握って潰して密着したのかな。ああ。そういうことなの。8がね、この大事なやつ。かわいい。不自然さん。俺の顔出すの。ご飯さんも出て大丈夫。困ったな、それ。お久しぶりです。はい、困ったかな、それ。母さんが気になったやつを説明とかしていただけると。あ、これ俺の鉢だからいいねとかさ。なんか気に入ったやつとかある。いや、みんな気に入ってます、うちのやつは。おー、うん、全部が個性持って飾ってるから、うん、あの飾りっていうのはなんていうの、人の真似しちゃ面白くないんですよ、はい、うん、だから絵でも人でも何でも人の真似しないじゃないですか、うん、陶芸だってそうでしょ。壺を人と同じものを作って飾ったって同じ壺がずっと並んでたら面白くない。はい、それと盆栽も同じなんですよ、うん、だからやっぱりみんなとちょっと違ったその個性を生かして飾るのが楽しいと思う、うん、それがうちの飾りなんですよ。なるほど、役割の飾り。そうです、だから全ての飾りが全部違うと思うんですよ。確かにそうですね。この食っていうのはこういうふうに段があるじゃないですか、はい、そうするとこっちへ流れてるんですよね、この食自体がね、はい、ってことはこの木をもう少しこういうふうに飾ったとしたらこれは逆飾りなんです。だから結局こっちが正面だったら流れがこっち来てるわけだから、こういうふうにして飾るのが原則なんです。だから時々そういうじゃない人がたまにいるんですよね。でも結構自由なんですね。まあ自由なんです、それはまあ自由なんですよね。早い話が。なるほど。だから全てこれもそうですよね。こっちに流れてこっちに流れてここで染めてるという。大体基本的にはそういう形ですよね。だから流れっぱなしって飾りもでもあるんですよ。だって自然の山の中には流れっぱなしってところあるでしょ。ありますね。一角を取るとすれば、うん、山の中腹を、俺はあそこの中腹がいい素敵だからちょっとあれを真似して飾ろうと思った時には全部流れてるじゃないですか、同じ方向に切っていうのは、うん、その飾りをしてもおかしくはないんですよ、本当は、はいはい、私はそんな風に考えてるんです、うん、だから飾りは自由であんまり人の真似することはないんで、うん、個人個人でね、本当に好きな飾りをすればいい。でこの小さい盆栽っていうのはあと景色を出すことができるのね。そうですね、うん、もらっても分かるけど、
変な話、木としてはそんなにすごい木じゃないよ、多分売ってるやつだったら、まあ、変な話500円とかそんなんで売ってるやつ、でもこういう小物を使うことによってそれがすごくよく見えない、見えます、景色として、はい、だからこういう我々の展示ってはこういうものが必要なんですよ、ね、小物が。そうすることによってこうやってそういうなんていうの、安いような木でもこうやって綺麗に見えるという、うん、これがその見本ですよね。だから木がいいからいいってわけではないか、そうなんです、うん、こういうちょっとこういう小物を使ってね、まあ山があって、あ、ここは、まあ、水が流れてて、ちょうど今6月になって鮎の解禁だから鮎釣りが起きてんだろうなっていう、そういう景色になるわけです、はい、すごいそういうふうに見てもらえば、はい、あの奥深いなっていう感じ、ね、感じになってくると思う。どうですか、そんなところで。ありがとうございます。ここだから違う、キラクじゃなくて、他の新旧会、商品、いわゆる商品の。商品ですね。掛け軸とかかかってるの結構ありますけど、やっぱいいですね。背景作るのはいい。いいですね。見えてきます、ね。本当に、小白好きな人は、全部小白です。これ違う、これ1位か、はい、あ、全部消防だ、消防好きな、はい、すごいね、やっぱどうだろうね、何がしたら可愛い、うん、確かに、ここでも、これ売店ですかね、どれもすぐに飾れちゃいそうなやつですね。やつですね。立派なものもありますね。1500円。1500円。3000円。面白い。いや、なんか大野さんが見る。な、どれ練り込んだ。これきつい。これに合うようなものを持っていない私も増えていくけど飾ってあるだけ、飾るだけでも可愛いですよね、こんな色見ないもんな、掛け軸あ、書いて飾れるんだ、自分で書けばいいんだ、書くか中に多分入れれるのかな、入れれるんじゃないですか、後ろにマグネットがついてるから、マグネットつけたんですか、おー、本当だ、すごい便利、こっちが、マグネットついてる、ここに鉄の鉄板を入れてるんですって、はい、これ絵も変えれるんですか、これ上から、上から、はい、あ、九州の人に頼んで、キラク会のウッチーさんと小川さんにおすすめの飾りを紹介していただきます、はい、あ、ご自身の飾り、はい、まず、主役が著書なんですけど、はい、著書はウッチー会長にいただいた素材、うん、2年数ヶ月前にいただいた素材を姿出しして、はい、今年3作目に入ってます、うん、ちなみに1000円で買った素材です、おそれを、4年5年大きなガバチで走らせて何もせず忘れちゃうんです、存在を、うん、そうするとメデューサみたいにこうっていくらでも伸びてボディが太ります、はい、そこでいいサイズになった頃になんとなくざっくりこう姿を出してみて、そこから木作りを、まあ、3年4年、気楽会の入会祝いで図書をまだいじったことはないって聞いてたんで、じゃあいじってみてって渡したところ、まさかここまで仕上がるとは思わずにやばいものを渡してしまったなと、もったいないみたいな、いや、すごいものを渡してしまったんだっていう、日々眠れない、うん、眠れない日々が続いてますぐらいセンスがあると思います。ここはいいですね、このね、これいいですよね、ここがポイントで、先輩はお師匠様の話しするなんかお借りして、これをお借りしたことでこの景色が出来上がったっていう、図書の山に向かって旅をする図書さん、みんな眠る気の下でひと休みして、それでまた旅をしたんですよ、なるほど、っていう
山をこうちょっと見つめてるというかね、木陰で休んで。私なんとなく盆栽をやってるものなので、なんとなくなんです。龍神豚が主役なんですけど、この龍神豚はね、素晴らしい。龍神豚龍神豚っていうのは、あの葉っぱで全て覆われてしまって、何がなんだか幹模様も枝ぶりもわからないっていうものが普通なんですけど、これはすごいしっかりとできてるじゃないですか。こんなのは見たことないって言って、もう大絶賛で。これ誰が作ったの？ケチー会長です。 ありがとうございます。これは何？桁言っちゃっていいの？あ、言っちゃっていいよ。お値段？お値段は相当なあの金額がつきまして、まあ、なるほど。6年ぐらい前かな、はい、4000とか4500円で買った素材です。へえ。ちなみにこの熊柳も、うん、3000円ででかいので、うん、分割して刺しといたのがこうなっただけ。はいはい。でこれはなんかね、なんかのお土産で1000円ぐらいのもらったの。まあこれでも5、6年。そう、意外とね、見た目と反して持ち込むタイプなんです。で、割と安価な素材を購入されて、それをよく持ち込んで作られて、で、いい金額になったものを売るっていう。なるほど。これなんかもう原さんに5、6年前からいただいた。ほんと一目しか、ボディに一目しかないようなのを、やっぱ時間かけて枝をね、ほぐしていく。すごいっすよ。すごいです。さっきの鉢の話に戻ると、あのピンクっていうのはまあ花物がないと、でそこにあの明るい色を入れたので、まあ、逆にこの時期しか使えないですね。なかなかあの龍神豚にあのピンクの色を合わせるっていうのは斬新で、あんまり見ないですね。ちょっとやっぱ、ちょっとね、やっぱね、性格的にちょっと変わってんだと思うよ、こういうの使う人は。そういう遊びが多分大切だと思う。なるほどね。この掛け軸があるのとないので、また全然景色が変わってくる。なるほど。これ山の上の方がこう、でもね、だん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 こう、ふもとに。掛け軸を使う場合は、掛け軸が主役なんですよ。この飾りの全体の主役が掛け軸なんです。掛け軸も木よりも上なんですよ。小白を飾ったとしても、小白よりも上っていうのが掛け軸。だからその景色に合わせたものを用意して飾るっていう感じ。その掛け軸っていうのは主役になるので、必ず1点で飾るんですよ。で、他、じゃあ何点ありますかっていう話なんですけど。15点で、1点で飾るってことは、偶数になる。そう6点ですけど、これ草なんですけど、はいはい、草って数えなくていいルールは。どっちでもいいの。数えてもいいし、数えなくてもいい。だから知っててやるのと知らないのでやるのはまた違くて、あえて6ではあるけど、草は数えないで、奇数で5で考えたねっていう。これは5点飾りになる。あ、そう、はい、だから普通こっち数えちゃうけど、こっちなんですね。そうなんだ。一番分かりやすいのは、同じ地板の上にこうやって草があったら、まあ、これは1点でも見ちゃってもいい。あ、そうなんです。まあ、この場合は分かれてるから1点ずつ数えがちではあるけど、まあ、あの理屈は一緒なんで。これ3点。まあ、これ、まあまあ、これがあるか。5点。これは石扱いになると思うんですけど、石って必ず数えるルール。あれはジータじゃなくて、こう流れのある食じゃないですか。はい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 、だから1、2、3、4、5で。と、私は解釈しました。私も解釈しました。ただそこはいろいろそれぞれの皆さんの考え方があるの で、 そうです、ね、それが正解かというと、それを正解と思わない方も。見てる人の自由でいいと思うので、なるほど、ね、そこら辺は原さんも言ってたけど、結構気楽会は自由に飾れるっていう、そうですね、のがまたね、はい、色ですから。そうですね。これあれですよね、なんか引き出しみたいな、短冊入れ、短冊入れ、横になってるのと縦になってるのと合わせてこう箱状態になってて、で横を取ってもらいたいんですけど、これですよ。取っ手がついてる。取っ手みたいのが、はい、金具がついてるんですけど、はい、これ蓋を閉めた時に紐を通して、で結ぶっていう箱なんですけど。ああ。こちらにもついてる。そうそう。そういうこと。これ用じゃない。じゃない。食じゃないんですけど、食として使って、でしかも一回やってるじゃないですか。そうですね。というわけで、はい。どうでした？
いや、あの飾り付け方ってあんまりこう教わらないじゃないですか。だからすごい解説してもらえて勉強になったなって。勉強になりましたか。やっぱりあれですね、家でもやっぱ飾りたいですよね。ベランダとかに普通にガン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 置いてるんで、全然こうやっぱ 見せれる置き方をしてないなっていうので、一つ学びました。うん、今回特にね、はい、ちっちゃい展示、はい、そうですだったから、多分あんまり普段見ない感じだったけど、今後ね、はい、盆栽級展示会もいつかやるかもしれないから。そうです勉強し、高木さんには勉強してもらって。勉強します。はい、気楽会のウッチーさん、うん、めちゃめちゃ面白い面白い人でしたね。また遊びに来てみましょうか。はい、ぜひ勉強させていただきます。はい、ありがとうございました